精神世界は、ニューエイジと呼ばれる、北弁発の主張に由来する、もの古今のオカルティズムや日本固有の霊学、自己探求や、精神変容に関する情報など、様々な思想が共存する雑多な文化領域である。精神世界という語は1970年代末頃から、日本で使われるようになった。スピリチュアリティとも言葉として、禁煙関係にある。 北米のニューエイジと日本の精神世界は、概ね同等のカテゴリーに属しているとみなすことができる。両者は同一ではないが、全く無縁でもなく、多大な共通部分のある、類似現象である。精神世界という用語は日本語圏以外では、通用せず、欧米の研究者の間では、日本の精神世界は、ニューエイジとして総括される。精神世界を、 研究対象にしてきた宗教学者の島、その進むの推察によると、精神世界という言葉が使われ始めたのは1977年のことである。この年に、アゴン州の関連会社である平川出版社から、期間、ザ・メディテーションが創刊され、同年末の号に特集企画、精神世界の本、ベスト100が掲載された。書店の売り場では、 1978年に新宿の木の国や書店でインドネパール精神世界の本というブックフェアが組まれたのが最初であった。これに続いて他の書店でも精神世界の本のフェアが行われ、やがて常設の精神世界コーナーが置かれるようになった。精神世界総カタログ2000年版では1588冊もの書籍が掲載されている。 島そのは、ニューエイジ運動という言葉を学術用語として用いるのは不適切だとして、日本の精神世界や欧米のニューエイジを通り文化的に総括する、心霊性運動もしくは心霊性文化という用語を作った。この定義からすると、精神世界とニューエイジは共に心霊性運動の部分集合である。精神世界とニューエイジはそれぞれに本発。 北米発の地域的文化であったが、これらは緩やかに関連し合う、同時多発的な現象であり、自制的かつ多元的に展開するグローバルな運動群として捉える必要があると、島、その進むは論じている。心霊性運動は、そのような世界的現象を、包括的に比較、考察するための用語として提起されたものである。島そのによれば、 精神性と訳し得るスピリチュアリティは言葉の意味の上でも精神世界と禁煙関係にある。スピリチュアリティはもともとキリスト教において時代や場面によって様々な意味に使われてきた語であるが神学用語としては冷静と訳されことに20世紀に入ってから注目されるようになった概念である。その一方で九百七十年頃から 盛んになってきたニューエイジ運動では伝統的なキリスト教の枠を超えた新しいスピリチュアリティが展開され北米では特に1980年代からスピリチュアリティという言葉がよく聞かれるようになった日本でも1990年代後半からスピリチュアリティというカタカナ語が使われるようになり中でもホスピスや死生学の分野では形容詞の スピリチュアルや、抽象名詞の、スピリチュアリティが、用語として定着した。スピリチュアルブーム2000年代に入るとそれらとは別の、流れで、スピリチュアルという言葉が広まり、スピリチュアルブームが、話題になった。浅野和三郎に始まる日本的心霊学の流れを、汲江原刑事は、スピリチュアルカウンセリングと称するパフォーマンスを行い、タイトルに、スピリチュアルの語を付した著書が、 ベストセラーになったり、マスメディアに登場して有名になった。島そのは、スピリチュアルという語が現代日本で大衆的に普及した要因として、高原の成功は無視できないと推察している。スピリチュアルと聞いて、霊的存在や前世、オーラといった、心霊主義的なものを連想する人が増え、2008年の読売新聞の宗教意識調査で取り上げられた。 スピリチュアルも、このような意味においてであった。エバラの言うスピリチュアルはスピリチュアリズムに由来しており、姿勢学や医療、看護の文脈で言われるスピリチュアリティとは系譜を意に、するが、両方面でのスピリチュアリティを混同したり、同じ潮流に属するものとして論じる向きもある。他にスピリチュアルブームを代表するものに、2002年から毎年開催されている癒しをテーマにした。 精神世界の見本詞、スピリチュアルコンベンションが挙げられる。こうした現代日本の通俗的なスピリチュアリティ文化では、スピリチュアリティの語自体はあまり用いられず、本来は形容詞であるスピリチュアルを名詞として扱ったような語法が目立つ。ありがとうございます。